こんにちは、クレポンです。ちょっと冒頭から衝撃的な映像だったかと思います。今回は iPhone を守るならこれっていうぐらいおすすめなガラスフィルムのご紹介をしていきます。 iPhone が壊れる一番の原因ってやっぱりその落下、落としてしまうっていうことが多いと思います。そういった時に最適なフィルムのご紹介ですね。こちらがクトラのプレミアムガラスっていうフィルムです。で、今回の動画の流れとして、まずこのプレミアムガラスの特徴であったりだとか、あとは取り付け方で、その後皆さんが気になるであろうフィルムの強度をいろいろテストしてみます。それに使うのがこのカッターですね、とじゃん、ハンマーです。これでもうガリガリやったりとか、もうガンガンやったり、普段皆さんができないであろうことを私が代わりにやっていきます。と他にもアスファルトに結構の高さからポンって落としてみたりもしたので、どれだけ耐久性があるかっていうのを見ていこうと思います。あと概要欄に各チャプターつけてるので、よかったらそこから見てみてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。ではまずはプレミアムガラスの特徴からご紹介していきます。で、このフィルムはゴリラガラスとサファイアコーティングで徹底的に守ってくれます。ゴリラガラスっていうのが普通の安いガラスと比較すると約6倍の強度があります。メリットとしては傷がつきにくい、透明度が高い、非常に割れにくいです。で、そんなゴリラガラスに今回プラスされたのがサファイアコーティングです。サファイアガラスじゃないので気をつけてください。で、これがプラスされたことによってモースコード7っていうすごく強いガラスになりました。ではコードの説明をしていきます。鉛筆コードっていうのがどの硬さの鉛筆で比較と傷がつくかっていう表記方法です。人の爪がおよそ 2H、 ナイフがおよそ 9H です。で、モースコードっていうのが鉱物に対するコード尺度の一つです。最近ではより強靭なガラスフィルムに表記されてて、チョークがモースコード1だったら鉄や真珠とかがモースコード4となってます。で、プレミアムガラスはモースコード7なので、水晶やアメジストと同じぐらいの硬さです。なのでこの最新の超強化加工によって作られたプレミアムガラスは非常に硬くて割れにくく、そして傷もつきにくいフィルムです。では早速開封、貼り付けをしていきます。梱包内容はこんな感じです。で、ここで一つこのスマコ AG プラスっていうクリーナーが便利アイテムなので、また後でご紹介します。これを吹きかけると帯電防止の性能がついてるので、ホコリが入りづらくなります。で、これを吹きかけてクリーナーで拭いたら、この簡単取り付けツールを iPhone に取り付けます。もしこの時にホコリがついてしまったら、ホコリ取りシールで取ってください。で、ここも重要ポイントなんですけど、フィルムを置いた後縦線で真ん中なぞる、これしてみてください。そうすると真ん中からじゅわーっと空気が抜けていくので、後々の気泡を抜くときにすごく楽になります。端だけに気泡がついているので、気泡を抜いたら位置も全然ずれずに簡単綺麗に取り付けができました。このフィルムなんですけど、指滑りも滑らかで高光沢で色鮮やかに見えるので、フィルムつけてないよりもつけてた方がすごく綺麗に見えました。早速耐久性のテストしていきます。まずはカッターで強めにこすってみたりだとか叩いてみたりします。全然傷一つついてませんでした。すごくピカピカで綺麗ですね。では続いてハンマーで叩いてみます。平たい方からやっていきます。ガンガンと、これ結構強めに叩いてて、隣5メートルぐらい離れてた同僚がびっくりしてました。で、これ叩いた後なんですけど、全く傷もついてないし割れてもいなかったです。大丈夫ですね。
で次にハンマーの鋭い方で叩いた方が割れるんじゃないかっていうことでこっちも試してみました。これも結構な強さで叩いてます。でも傷も割れもないです。大丈夫ですね。プレミアムガラス貼った iPhone 落とします。いくよ。あ、大丈夫でした。でもう一回落とします。うわ、結構いったな。うわ、うん、大丈夫です。はい、という感じで見事テストは合格です。ではちょっとおまけなんですけど、皆さん iPhone のメンテナンスって何かしてますか？私が普段から使ってるのがこのスマコAG プラスっていう銀イオンが配合された除菌抗菌クリーナーです。このクリーナーフィルム貼る時にも使ったんですけど、何気に私のおすすめアイテムです。 iPhone って結構画面指紋がついたりとか、冬場とかハンドクリーム塗った後とかは結構指紋がついちゃってベタベタになることが私は多いですね。そういう時に私はこのクリーナーを使ってます。ハンドクリーム実際に塗った直後どれぐらい指紋がついて、でさらにこのスマコを使ったらどれぐらい綺麗になるのかっていうのを試してみました。では今プレミアムガラス貼り付けてる状態です。もともと指紋が残りづらいようにはなってるんで、普段の指で触っても指紋はつきづらいです。ただハンドクリーム塗った直後だとどんなフィルムでも指紋でベタベタになると思うんで、今回ちょっと試してみます。でこんな感じで指先に結構な量塗りました。この状態でフィルム触ります。こんなにベタベタする人いないと思うんですけど、今回は激しめにハンドクリーム塗った手で触ってみました。結構指紋つきましたね。まずは普通にクリーナーを使わずにクロスで拭いてみます。そうすると指紋の部分がこうビヨンって伸びる感じで、こう全体的にハンドクリームをディスプレイに塗ってるような感じでした。やっぱり指紋というかハンドクリームの部分は綺麗には拭えなかったです。今回こちらの今度はスマコ使って綺麗にしてみます。で一度拭きかけてワンプッシュで全然足ります。ほんでクロスで拭います。テーブル拭くような感じで拭いてみてください。でこうやって綺麗に磨いたら、さっきのハンドクリームどこ行ったっていう感じで、すごく画面が綺麗になりました。指紋も全く残ってないですね。指で触ってもまた指紋がつかなくなりました。画面が綺麗になったと同時に除菌抗菌もしてくれて一石二鳥ですね。このスマコの特徴として、まず除菌と抗菌、あとは帯電防止ですね。静電気を抑えてホコリを寄せ付けないようにしてくれます。であとは棒ですね、汚れがつきづらくなります。あとは滑りが良くなる、すごくツルツルします。スプレーして拭き取った後もう指で感触が分かるぐらいツルツルサラサラになるので、画面の操作がさらにしやすく、滑らかにしやすくなります。では今回はこのクトラプレミアムガラスのご紹介をしました。私本当にこのフィルム安くてコスパいいから大好きなんです。ここまで性能が良くてこの値段で買えるフィルムってなかなかないと思うんですね。 iPhone のフィルムって結構いろいろ種類が
今あるので、どれにしようかな、何にしようかなって悩むこと多いと思うんですけど、そんな時はこのプレミアムガラス買って間違いはないと思います。今回ご紹介した商品は概要欄にURL 載せてるので、よかったらそこから飛んでみてください。ということで、今回は初めての商品紹介だったんですが、どうでしたか？分かりづらい部分や不慣れな部分もあるんですが、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。あと、せっかく YouTube やってるので、こんなことしてほしいなだとか、私に何かしてほしいことがあればコメント欄に書いてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。